い、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2時ですね、10月は4日フライデー金曜日でございますね。お昼ご飯を食べながらですね、週刊誌を読んでいます。買ったわけちゃいますよ、送ってもらったんですよ。このですね、2050年の世界というですね、特集があるんですけども、ここに多少の協力をさせていただきまして、私のコメントが出てるんですけども、こういう場合送っていただけるんですね。昨日届いてですね、今日も読んでましたけどもですね、まあ、一応ね、全部目打ちを押すんですけど、最初からビーッとめくっていってですね、でそこでいろいろ興味深い特集を読むんですけども、これですね、EV 特集ってありまして、欧州 EV 大失速で始まるハイブリッド車の大逆襲という、このチャンネル、かねがねですね、EV についてはですね、否定的に捉えてきました。もう何年もやってますね。なんで EV がええねんっていう、おかしいじゃないかと。値段も高いしですね、決して環境に対して良くはないと。EV って電気で走るやろと。その電気どうやって生み出してんねんって。ちゃうやろそれって。で、EV 生み出す電気を作るときに CO2 いっぱい出すやんと。例えばドイツみたいな国はですね、原子力発電をやめてるんですね。ドイツって日本より北にあるんで、日照が少ないんですよ。太陽光ないでしょ。それで風力なんですけども、風力もそんな大したことないわけですよ。結局ですね、ドイツという国、あるいはノルウェーという国でですね、EV が増えればですね、地球上の CO2 は増えるんですよ。そういう運命にあるんですね。そんな EV を環境といって導入してですね、しかもその EV っていうのはまだ技術がですね、ガソリン車に追いついていないんですね。ここにも書いてありますけどですね、10年落ちの EV ってただなんですよ、中古市場の評価が。ガソリン車はですね、10年でも20年でも、僕この前22年ぐらいの車を売りましたけど、去年かな、値段ついてましたよ。いや、ほんまにこれ値段つくのって、故障だらけっていうか、エンジンは大丈夫なんですけど、他のところで電気系統とかで故障だらけなんですけど、これでこれ値段つくのって言ったら、つくらしいんですよ。一応引き取り価格ありましたよ。でも多分 EV はないんですよ。 EV ってものすごく日進月歩で技術が進んでるんで、10年落ちの車なんてのはですね、10年落ちのパソコンと一緒なんですね。あかんやんっていう世界ですね。そんなものをですね、推奨してきたわけですね。なんでそれはあかんよというのが載ってまして、リードはこんな感じです。2030年ですね、全ての自動車を EV に、欧州勢が掲げた、ヨーロッパですね、目標はやはり無謀なものだと。再び脚光を浴びるのが日本の HV 技術である。ハイブリッドですね、ガソリンで走ってる時に、電気を貯めてですね、で電気が十分になったらですね、この電気で走るというハイブリッドですね、技術ある。いずれ、EV 化は避けられないにしても、今はその時ではないというリードが、ここに EV の現状というのが書いてあるんですけど、ものすごく簡単に言えば、欧州は先走ってしまって、ですね、今偉い目に遭っていると。でそもそもですね、EV、欧州がヨーロッパが EV に走ったのはですね、日本のトヨタに勝てないからだというと思いますね。それでですね、フォルクスワーゲンもメルセデス・ベンツもですね、EV に走ったんですけどもですね、EV は赤いやんということになってですね、しかもメルセデス・ベンツなんて韓国でですね、韓国のインチョンという町ですね、ソウル郊外のインチョンという町のマンションの地下3階で火災を起こしたんですね。でそれは中国製バッテリーというふうに言われています。その火災でですね、135台がお釈迦になったんです。で結局あかんやんと、まだ事実は追いついていないやんということで、世の中の流れがまた HV に戻ってるというのはこの記事なんですね。まあ、詳しくは いちいち読みませんけども、でしかも EV に変えようと思ったら、中国が安い EV を作って押しかけていけると、とてもヨーロッパメーカーが価格的に太刀打ちできないやん、あかんやんっていう話になってですね、まあ、簡単に言えばヨーロッパが間抜けなことをやらかしていましたねというのが書いてあります。もうね、いろいろね、こうデータがあって面白いんですけど、トヨタ自動車の販売台数は1031万台でですね、 HV ハイブリッドが345万台と、まあ、大体3分の1ですね。
で EV は10万台しかないと。でフォルクスワーゲンを見るとですね924万台、まあ、トヨタに負けてしまいましたね。でも EV が77万台と、うん、あかんやん。メルセデスは204万台売って EV24 万台、約1割ですね。でもこれでもあかんやんって感じですね。まあ以下いろんな書いてありますけどもですね、テスラはまだ179万台なんですね。これ多分去年のデータだと思いますけど、うん、まあいまいちこう言うてるほど大したことないですね。どこもここも言うてるほど大したことないんですよ。ほんで、ですね、この国の割合で書いてあるんですけどもですね、あの全世界的にはガソリン車がまだ 68% と約3分の2以上なんですね。で EV が 13.3 と。で中国でさえですね、これ多分2023年のデータですけども EV は 24.3 と4分の1、うん、ですね。でガソリン車比率が一番高いのはなんとアメリカ 82.5。 それはそうでしょう、アメリカ人距離走りますからね。でガソリン安いですからね、アメリカは、うん、ヨーロッパはさすがにガソリン車は半分ぐらいになってますね。うんって感じですね。ドイツ、フランス、うん、結局この EVEV って騒ぎ回ったのはですね、こう一瞬のことであったなと。いやもう前から私言ってますよ、何が EV やねんってお前とおかしいじゃないかそれと。どう考えても H2O じゃあ二酸化炭素ですね、ねえがの排出が CO2 の排出がですが、抑制できない、むしろ増えると。しかもあのですね電池ですね、電池のですねあの廃棄にすごい環境負荷がかかるという話なんですね。何を言うてんやというですね。でも あのねこの EV 騒動で思ったのは、ヨーロッパ人って綺麗事好きですね特にドイツ人、この EV 騒動でまだまだと思いましたよ。ドイツ人って綺麗事好きやなと、いわゆる綺麗事に惑わされる連中なんですね。メルケルというおばはんがですね、福島第一原発の事故を見てですね、2011年の原発あかん、原発全部 やめようって言って実際全部やめてるんですよ今。そのおかげでドイツ大不況ですよ。フォルクスワーゲンというですね、まあ、ドイツの産業の屋台骨を支えているような企業がですね、日本ではトヨタみたいな企業がですね、もうドイツで車作らへんねん、出ていくねんって言って出ていこうとしてますからね。その大元はですね、メルケルですよ。メルケルが原発やめんねんって言うて、その原発をやめて他の発電方法に切り替えて、でもそれでは間に合わなくってですね、でウクライナが起こってガスが入ってこなくなって安くね、で周りの国から高い電力を買ってやってると電力料金が2倍3倍になったわけですね。もうそれはとっても耐えきれないからフォルクスワーゲンは出ていくというふうになって、結局あの綺麗事をですね言うたせいでですね、ドイツは今衰退不況になってるんです。まあいずれ EV に変わるのは目に見えてるんですけどね、いずれ変わります。多分私の生きてるうちぐらい、あと13年ぐらいを想定してるんですけど、そのうちに変わってるとは思いますけどもですね、まだ早かったということですねはい、ということでこれね貼るページがないんで、もしあの現代ビジネスで見つけたら貼っておきます、なければ貼りません。はい、まあでもいずれ出ます、現代ビジネスにいずれ現代あ週刊現代からの記事としてこの EV については出ると思いますので、まあ、そのあたりご参照ください。はい、皆さんどうもありがとうございました。